です。サマです。ヨウです。今回の飛距離アップ回です。はい、飛距離アップ回っつっても、スイングとかって話は、うまい人に聞いてもらって、はい、まずできることからやりましょうよっていうことからなんだけど、そうそう、まあ、前回が測定器買いましょう。うん、まあ、これはまず、ね、1万円買えば確実にヘッドスピードは2は上がるだろうと。1回ゴルフのラウンドに行かなきゃ帰るからっていうのだったんだけど、今回は自分の、スイングを動画で撮ってみましょうっていうね、うん、まあ、前回もだったんだけど、この計測器を毎回置いて練習する人っていうのはまあほとんどいないはいないんだよね、うんうん、自分の動画を打ってるところを撮ってる人たまにまあ見かけるんだけど、まあちょっと少ないよね、まだ、うん、まあ僕たちはね、 YouTube ゴルフの動画で出してるから自分のスイングっていうのはある程度見てるんだけど、まあその汚いスイングを、うん、レッスンの動画を見たりとか、まあ直接教えてもらってたりとか、まあいろんな雑誌とか情報を得てるけれども、そもそも自分のスイングがどうなってるのかっていうのをあまり外からこう見えてないという感じが、うんうん、まあ、することもあるというか、自分たちが動画を撮影してて、その今まで気づかなかったこととかがあるわけ、うん、こんな打ち方みたいな自分がボールに向かってるこの打つ感覚と、そう引いてみた時 の、 感、うん、見た目がのギャップっていうのが相当あるわけじゃん。そうだからそこを埋めるためにも、まあ、動画で撮影するのは、うん、まあ、いいことなんじゃないかな、うん、まあ、ここにまあ撮影器具が、まあ、これは簡単な三脚、うん、この携帯を入れるような、うん、これ980円ですね。980円、はい、ドンキで売ってると。これでもうラウンド中のティーショットは、うん、撮ってますね毎回、うん、ショットトレーサーを入れるときにブレないんですよ、これなんか。そうだね、手で持ってたら、うん、ショットトレーサーがブリーンってなっちゃうから、うん、追えなくなるんで、うん、まあこういうのとか、まあ、ショットトレーサーって色を卓球に色つけるアプリね。そうそうそう、うん、あと、まあ、こういうの簡単なやつ、これも100均で売ってるやつだ、うん、これも携帯入れれるような、うん、前回の測定器まではないけど、うん、ヘッドスピードがこれを買えば上がるってわけじゃないけど、うんうん、その見た目の、うん、まあ、ギャップというかね、うんうん、だから測定器も前回もだったけど、今日なんか調子いい、うん、よし取ろう、うん、まあ、これがいいことだよね、うん、で調子悪い取ろう、まあ、これもいいことだよね。そうだよね、どっちもないは、うん、ちょっと、うん、何なんだろうっていうのはあるけど、うん、まあこういう、まあ、測定器にしても、まあ、動画撮るにしても、まあ全部練習中、まあ、1時間とか、うん、取りっぱなしとかはさすがに電池がなくなったりとかするから、うんうん、僕はね最初撮った時にね、スイングおかしいって思ってたの。でもどこがおかしいかが自分で分かんない、うん、だからいろんな人と見たり、やっぱり人によってモノマネが上手い人とそうじゃない人っているじゃん、うんうん、それと一緒で、僕はここが悪いと思ってるんです、でもここ気をつけて振ってんです、でもやっぱりガが同じなんですっていうのはもう何回ってあるわけ、うんうん、だから、まあ、他人にちょっと見せてね、相談するなり、いつも一緒に回ってる人と見るなりとかさ、そのお手本にしてる人と見比べてもいいし、うん、普通にね携帯で撮れるし、画質もねある程度いいですよ、いいから高いもん、もう携帯も強いですよ。結構ねスイングって変わってるよ、うん、これもね今度動画で出そうかなと思ってるけど、半年って言わないまでも3ヶ月、うん、まあ、1ヶ月ぐらいかなだけでも変わってるから、結構変わるし、変われば当然球筋が変わるでしょ。変わるね。だから最近ほら、まあ、今回飛距離アップだけど、うん、友も伸びてるじゃん飛距離、うん、スイングがどうなってるかっていうのもね、また次回どう変わってるかっていう、もう2年前すごかったよ、うん、それも出せばいいよ2年前はひどかった、ひどかった僕も初期の頃とか、まあ、どっからかこう変わったっていうのをね、うん、動画でまたまとめてやろうかなっていうのは思ってる、うん、だから結構撮影
するのは大事かもしれないよっていうね、うん、はい、コツでした。はい、今回は